川博史郎、阿藤淳、カシカでエンカ、<music> 深夜の悩み相談、メールを読ませていただきます。毎週楽しく聞かせていただいてます。私は深夜の悩み相談のコーナーが大好きです。 大川さん、麻生さん、皆さんが一生懸命お悩みに答えているのが伝わってきます。そこで私も相談します。もう忘れかけていたことですが、2年ほど前に友達に誘われて生まれて初めてカラオケ大会に出場しました。予選で落ちて決勝に出れませんでした。自分では 音程も外さず歌えたのに、音程の外れていた人が決勝に出場しました。どうしてだと思いますか悔しかったです。というメールを和歌山市ラジオネーム、豚に真珠さんからいただきました。これはね、ねうもう絶対にあるあるやね。うんうん、久しぶりに出たね、あるある。あるあるやこれを本当に、特に、はい 大川さんとか、うん、僕は、うん、こう審査員側に回ることが多いんで、ね、そうですよね。んももううこれはねもう、うん 一番多いって言うていいかもしれない。はい。あの審査へのクレームやね。いや、ほんと。大会ってすごいんよ。もう、あくる日に、どこで調べたんかしらけど、電話かかってくる人おるからね。ああ、そうなんですか。うん。先生、昨日の審査はどんな審査でやったんですかとか。はいはいはい。なんで私が言うたら、ショーに入れなかったんですかとか。はいはい。 怖い時あるからね。ありますよね。うん、やっぱり、皆さんそれぐらいやっぱり真剣なの。真剣、うん、ですからね。一生懸命なの。はいはい、ねえ。ね岡崎さん。もう本当に。その日のためにもう何ヶ月も練習してね、うん、自分の歌がどう評価されるのか、うん、もうそんな気持ちで大会って出てくるわけですよ。そうです、そうです。ですね。ねやっぱこれ、悩み相談ということ、ね、うんうん、言うたら、なぜ、 音程の外れてた人が、決勝に残って、うんうん、ね、私は音程外してなかったのに、うん、なぜ決勝に残れなかったんか。はい、うん。これどうしてだと思いますかという悩み相談やね。うん、悔しかったという。ね。これ大岡さん。うん、ね、簡単に。説明いきそうやね。うんうん、解決できそう、僕。 あの、先週あれ、お尻から煙草やったかな <laughs> あの、禁煙。あれ、ほんまに申し訳ないけど、解決できへんかったもん。はい <laughs> はいはいはい。うん。だから今回は、ちょっと本当に、ちょっと挽回したいからね、ええ。真剣に、宮城氏真剣に喋ってもいいですか <laughs> はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まずね、本来ね、歌なんて、人が審査するもんじゃないよ。僕はそう思ってんの。うん、まずね、うん。もう歌っていうのは、はい。 言うたらみんなで一緒に歌ったりね。はい、うん、そしてまた誰か歌っててもね、ああ、ええー、なああ、言うて、んなんか歌の流れるところでね、みんなが輪になっていく。はいはいはい。ね。そうですね。もうなんかそんなことが。うんうん 一緒になって、なんか悲しんだり、その歌流れてね、ああ、こんなやったな、とか言って、みんなで悲しんだり、みんなで盛り上がったり楽しんだり、うん、もう歌っていうのはもう本当に人が仲良くなるためのもんそうですね。輪になるもんん,、うん。だからそれをね、でもやっぱりこう、歌の向上ということで、うん、ね、やっぱりこう大会というものを、 してね。はい、これもまたいい文化だと思うんですよ。はい,はいはいはい。これ昔からあるからね、NHK のどじまありません、ね。ありません、ね。ずっとね。うんうん、ね。こういう文化も僕素晴らしいことだと思う。はい、ただね、僕はね、大会でそうしたら、優勝したら、はい、うまいんか。うん。ね、大会で優勝しなかったら、言うとその歌はあかんのか。うん,うん。こういう極端な言い方。はいはいはい。 僕はね、そうでは決してないと思ってんそうじゃないと思います。うん、はい。うん。ね、僕は、歌っていうのは、その大会で優勝しました。うん。そしたら、その大会の審査員の先生方。はいはい。と、その優勝した方の歌が、大んやなと思う。うん。もう,そう、そうですね。そうですね。うん。はい、で、その優勝しなかった人は、その審査員の先生に、今回はその審査員の先生に言うたら、あんまり、なんていうかな、届かなかった。うん、はいはいはい。 だから、全く、そこで優勝せへんがあっても、同じ歌を別の大会で違う審査員の先生とかで歌った時に、優勝するっていうこと、これいっぱいあるんですよ。うん、あります。でしょうね。だから、先生方でね、うんうん、やっぱり変わるん。ああ、そう。それは、歌に正解はないっていうこと。そういうことです。ねいや、本当そうですね。うんうん、ね、歌には正解がない。うん、そして言うたら、 この音程、うん、言うた音程が外れへんかったら、うん、そしたらうまいんかと。うん、ね音程が外れたら下手なんか。うん、僕、ここも違うと思ってます。ますね、音程が外れても、うん、あの、よく経験ないかな。うんうん、あの 居酒屋さんとか、まあ昔なんか、こう、八虎とかで歌ったんでしょ焼肉屋さんとかで。はいはい。さんもベロベロなってね、お酒がもう本当に入って、もうビール飲んでもベロベロなって喋られへん。ロレツも回ってへんのに、和歌山ブルースとかいきなり歌い出したら、むちゃむちゃうまい人とかね。います、います。音程外れてんのに。ねいますよね。うん。僕、あれが歌やと思うんや。わかります。やっぱりこう、味がね、 <味>ある歌い方をね。うんうん、もう僕、それやと思ってるからね。うん、だから決してね、この、あんまり音程にね、こだわるっていうのも、ちょっと、どうかなってうん、うん。そうですね。うんうんそれはありますね。うん、それもちろん、歌やねんから。音程はもちろんあってですよ。もちろんあってなんです。うんはい、でも、もっと細かいことで言うと、一番大事なのは、特に日本語。うんはい、これさ、日本語の言葉の持ってる、 意味を伝えるということ。うん。うんうん、ありがとうやったら、いくらそれを、ありがとうっていう、こういう、まあね、うん、どんな音程やった今。<laughs> いや、本当に。そのね、音程にはあるんやけども、うん、ありがとうという言葉が持ってる本来の響きがあるのよね。はいはい。これを伝えるためには、若干、ちょっと、 と音程がふらついたりしても、そのありがとうが届く方が僕はえいんじゃないかなと。でも、絶対いいでしょうね。ですよね。ね。もう歌はね、というか、お芝居なの。はい。歌は三分間のお芝居です。そうですね。ロッテ歌のアルバム。うん。うん。本当。お芝居。そうしたら、お芝居やのに、あんまり音程、音程、きっちり音程言わなあかんね。ドレミファソラシド、ドレミファソラシドって、歌ってたら。大事な言葉が伝えるのが。 おろそかなれへんのかなって。 そうよね。うん。だから、この方、本当にね、悔しかった。久しぶりにこう思い出して。ね。多分僕らが、ね、こうやって、僕ら3人のこの歌い手がやってる、こんなね、番組聞いてくださって。そしてなんか2年前に、先生私もそう言うたら大会出たわとか。思い出して、思い出したら悔しかったんやろね。うででもね、全然僕、悔しがらないでほしい。そうですね。うん。もう全然、もう、本当に今言うたことだと僕もう。はい。 もう歌はね、うん、楽しむもんですよ。そうです。本当そうですね。のびのびと歌ってほしい。ねうんうん、そうですね。うん、はい。そう。ね、もう本当歌はね、皆さんのびのびと楽しんで歌ってください。ね、はい。はい。これからも皆様からのお悩み相談をお待ちしております。あ深夜の悩み相談。今週のお悩み相談です。毎回楽しく聞かせてもらっています。 不動産の悩みです。大川さん、よろしくお願いします。<laughs> 5年ほど前から一戸建ての借家に住んでいます。家に入るためには表通りから専用通路を通って入りますが、その専用通路の一部が他人名義になっています。数ヶ月前の話ですが、その方から うちの土地に柵をしたらお宅さんは家に入れなくなるよねとにやけて言われました。いまだに柵はされていませんが毎日不安な日々を送っています。やっぱり大家さんに相談すべきでしょうかというメールを鳴らしラジオネーム雨のち曇りさんからいただきました。 う嬉しいですけどもこれ定期的にね不動産のあの相談ちゃんと紹介していくからこれ本当にね大川さんのこの不動産コーナーこれ結構ねみんなね真剣に来はんのよでもこれ何回も言いますけど演歌歌手です <laughs> ね<え>いや、本当そうなんです、うん、これね、僕もね、ちょっと心配になるときがあるの <laughs> や。っていうのも、やっぱりこう、不動産のこともね、はい、やっぱりこう法律って言うとはおかしいけど、はい、やっぱり年々、いろんなことやって、はい、細かいこと変わっていってるんじゃないんかなって、ね、い変わっていってると思う、うん、そうしたら、これやっぱ、大川さんが不動産やられてたとき。 からもしかしたら法律変わってるということももしかしたらあるかもしれない。あるかもしれないですよ。だから。だから、本当に皆さんあれですよ。あの、参考というそうですね、本当そうです。ね、ちょっと僕こんな言うのおかしいけど、ちょっと心配になったことがあって、ね、そういうふうに。なんか、もし大川さんの言うことが本当やと思って、その通りして、法律変わってたやんってなったら、これあかんのかなとかね。そうそうですそうそうですうん。そうですもうね、あくまでも僕が、 その仕事をしてた時にこう聞いて教わったことっていうこと、うん、そうですよね、はいうん、だからね本当こうやって大川さんが言うてた、はいね、でも今もそうなんですかみたいにして、うんはい、やっぱり今の不動産屋さんにやっぱりまた相談改めてね、はい、もうそれはもう絶対そうですねそうですね、うん、それはもうそれはもう一番確かなんでそうですねはい、うんはい、そして今回が、うん、そうですね これさん意味分かりますわ分かります、大体。はいはい。まあ、だから、5年ほど前から住んでおられるんですね、借屋にね。そうです、そうです。うん、一戸建てのね。一戸建てなんですね、はい。その借屋に行くのに、専用通路を通ってしか行けないと。そうです。これは何あの、メイン道路に家が建てなくって、はい。言うたら、まあ、ちょっと細い道路みたいなんがあって、そういうことですね。そういうことなんですね。はい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 。だから、それを通って生活してらっしゃって、 うん、道路の一部が他の人の名前になってたとその名義の人が、うん、まあ冗談っぽく言われたんでしょうね、うん、ここに作したらあんたらもうここ入られへんなそう,そうですね、はい、はい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 言われてるんですよねそれはまあ冗談っぽくやったけども不安になってるといま、うん、だにうん、うん、っていうことですね、うん、まあでもこれはね、うん 名義は名義であってもね、うん、これ道路として認められてたら、うん、基本的には策はしてはいけないと思いますねうん、うん。っていうのは、その人がそれ以外にも入ってくる道があるんであれば、また話は変わってきますけども、うん、それしかないんだったら、うん 策はできないですね。うん、あ、そうか。基本、やっぱり生活をしてはるところに対して生活道路というのは、やっぱ妨げてはいけないというのがありましてね。うん、その住んではる方、うん、ラジオネーム、雨のノ曇りさんですね。住んではる方の、その権利、生活してる、居住してる権利というのがあるわけですね。うん、だからその権利というのは、 守られるべきだから生活を一番先に守ってもらえる。日本の国というのはそういうところはちゃんと守ってくれますよ、うん、ということなんですね。だから安易に策をして、はい、えー、入れなくするとかいうのはしてはいけないんじゃないでしょうかね。うん、でもまあままこんなねんまあ冗談とは 家やっぱりこんなん言わんほうがいいよね、言われたら嫌よね。そうそうすそそうそうやっぱりそ,そこら辺もね、道徳上の問題で、今はもう、雨のち曇りさんの方の側からの今お話しましたけども、うんうん、もちろんこれは今お話したのは、契約内容とかね、うん、そういうこともいっぱい問題はあるんですけどね、うん、あのその家賃滞納ずっとしてるから、 策しししててもうささ入らさないようにしてしまおうかとかとねまあまあそんなことも起きたりもしてますよね。実際にも僕もそれ経験あの聞いたことありますけれども。まあそんなもいろいろ含めてですけれども、うん、まあ日本の国はそう簡単には生活を遮断するようなことは彼は守ってくれる。うんうん、だから素晴らしい国ですね日本っていうのは。じゃももししここんなことがもしや 起こった時にはこれは実際には誰に相談はもちろん大谷さんに一番先に相談されたらいいと思いますけれどもまあ大谷さんもどうしたもほかでなるんだったらまあそれこそ弁護士の先生とかにそうかねこれやっぱ警察ではないんですねないですねもう一切関係ないですねはいはいはいあ民事不介入っていうことですねそうやねはいうん。 はい。いや、すいません。ありがとうございました。本当、えーね、に参考にしていただけたでしょうかね。うんうん、なんか本当に雨のち曇りっていうペンネームなんでね。うん、なんとかこう気持ちが晴れになっていただきたいですね。ねやっぱ不安な日々をね、ね送ってらっしゃいますので,、うんうん、でも、まあ、大川さんのお話今聞いて。 そんなことはないと、うん、そんなことをされても、はい、ゆうた居住権というものがちゃんと自分を守ってくれるんやと、はい、気持ち晴れでいいですよねいいですねはい本当にそれでいいと思いますはい本当にメールありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたこれからも皆様のお悩み相談をお待ちしております大川麻生純か洋人